ダイソーの消しゴムハンコを彫刻刀で彫って年賀版画を作ってみました。彫刻刀を初めて使う3、4年生向きです。まず消しゴムハンコと同じ大きさ8センチ ×10 センチの枠を作り、そこに下絵を描きます。下絵の上にトレーシングペーパーを重ねて写していきます。端っこを折り曲げておくと剥がしやすくなります。絵のないところに貼りましょう。最初に切り離したい線を物差しを使って描いておきます。その後絵をなぞっていきます。 6B など濃い鉛筆でなぞるといいです。なぞれたらこれを外して、今度は消しゴムハンコの方に移していきます。はがきの2分の1サイズと書いてありますが、それより少し大きめの大きさで両面使えるようになっています。トレーシングペーパーを裏返して、先ほどのセロテープ、これまだ使えますから、これで貼っちゃいましょう。そして先ほど描いた線の上からなぞっていきます。これで十分写っているのですが、写ってないところや擦れたりする時もあります。油性ペンで形も修正しながらなぞっていきましょう。切り離すときには包丁を使うときれいに切れます。ちょっと固めのかまぼこを切るような感覚です。2018の文字もバラバラに切り離しておきましょう。三角刀を使って彫っていきます。一番初めはこれが使いやすいです。先が V 字になっているものです。すくい取るような感じで深くならないように気をつけながら彫っていきます。丸いところは板の方を回してください。彫り取ってしまいたいところは小さい丸刀や丸刀で彫っていきます。切り離した数字の方は小さいのでゆっくり気をつけながら彫ってください。消しゴム素材で柔らかいので中学年でも楽に彫ることができます。出来上がった版をレイアウトしていきます。ここに版画インクをつけます。まんべんなくきれいにつけてください。歪
んだところなどを少し修正します。ここにはがきサイズと同じすり紙を置きます。バレンでよくこすったら剥がしてみましょう。はい、こんな風に写りました。ティッシュペーパーで拭いてますが、濡れ布巾のようなものがいいです。裏側にも絵が、彫ることができますから、名前のハンコや松竹梅などこの周りに押していきます。カラーのスタンプ台があると華やかな感じになります。この犬の裏側にもまた別の犬を彫ってみました。こんな感じになりました。 こちらは2018も朱肉で押しています。縦バージョンもできます。1枚の消しゴムハンコからいろいろな年賀状を作ることができます。